にちは。今日はダイソーのポストカードを使ってストールを編んでいきます。先日のスイスの雪景色氷の結晶ストールでのコメント欄でリクエストをいただきました。他のお色でということでしたので、今日はドイツの街明かりを使います。こちらの帯にもありますように、ドイツの街並みの石畳をイメージいたしました。今日使うかぎ針は2号です。針も糸も細いので、できるだけ簡単な模様にしています。それでは早速編んでいきましょう。まずは作り目からです。鎖編みを4目編みます。1、2、3、4、そして1つ目の鎖に長編みを編みます。これで作り目が1回できました。次からは鎖編み3目です。1、2、3、そして前の2本に針を入れて長編みを編みます。作り目が2回できました。もう一度いきます。鎖編みが3目、1、2、3、前の2本を取って長編みを編みます。これで作り目が3回できました。このように作り目が21回になるまで編んでいきます。ここから1段目を編んでいきます。まずは鎖3目で立ち上がり、1、2、3、そして鎖編みをさらに4目、1、2、3、4、1つ目の作り目を飛ばして2つ目の作り目のこの穴に長編みを3目編みます。1、2、3、そして鎖が4目、1、2、3、4、作り目を1つ飛ばして次の作り目に長編みを3目、1、2、3、そしてまた鎖編み4目、1、2、3、目を1つ飛ばして長編みを3目、1、2、3、このように鎖4、長編み3を繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んできましたら鎖編みが4目、1、2、3、4、そして一番最初の鎖編みに長編みを1目編みます。これで1段目が編めました。次は2段目です。1段目はこちらからこちらに編んできました。2段目はこちらからこちらに編んでいきます。それでは鎖編み3目で立ち上がって編み地を返します。さらに鎖編みを1目編んだら長編みの頭に長編みを2目編みます。そして鎖編みを2目、1段目の長編み3目の真ん中に細編みを編みます。鎖が2、鎖
鎖編みを束にとって長編みを2、鎖を2、同じところに長編みを2、鎖が2、真ん中の長編みに細編みを入れます。鎖が2、束にとって長編みが2、鎖が2、長編みが2、鎖編みが2、真ん中の長編みに細編みを編みます。このようにして最後まで繰り返して編んでいきます。最後まで編んできましたら、最後は束にとって長編み2目、鎖が1、長編み、このようにして編みます。次は3段目です。鎖3目で立ち上がり、編み地を返してこの穴に束にとって長編みを1目編みます。そして鎖が4、この長編みと長編みの間の穴に長編みを3目編みます。鎖が4目、またこちらの長編みと長編みの間の穴に長編みを3目、鎖が4、この穴に長編みが3、このようにして鎖4、長編み3を繰り返して編んでいきます。一番最初だけ立ち上がりの鎖3目と長編み2目になります。そして編み終わりも同じように2目になります。間はすべて長編みは3目です。はい、最後まで編んできましたら、最後は長編み2目をこちら束にとって編みます。1、2、これで3段編み終わりました。次は4段目、鎖1で立ち上がって編み地を返して細編みを編みます。そして鎖が2、この穴に長編みが2、鎖が2、同じところに長編みが2、鎖が2、長編みの真ん中に細編みを編みます。鎖が2、この穴に長編みが2、鎖が2、同じところに長編みが2、鎖が2、長編みの真ん中に細編みを編みます。鎖が2、長編みが2、鎖が2、同じところに長編みが2、鎖が2、長編みの真ん中に細編み、このようにして最後まで繰り返して編んでいきます。4段目最後まで編んできましたら、こちらの細編みは束に編みます。これであとは繰り返しになります。1段目から鎖3目で立ち上がって鎖4、長編みが3、この3はこの長編みと長編みの間に入ります。このようにして1段目から4段目を繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んできました。残りはあとこれだけになっています。
最後の段は1段目の模様になっています。ここから最後の仕上げにもう1段編んでいきたいと思います。まずは鎖3目で立ち上がって長編みの頭に長編みを編みます。そしてこの鎖に細編みを編みます。鎖が3目、そして細編みの前の2本を取って長編みを編みます。そして長編み3目を飛ばして細編みです。鎖が3目、前の2本を取って長編み、同じところに細編み、鎖が3目、細編みの前の2本を取って長編み、長編み3目を飛ばして細編み、鎖が3、細編みの前の2本を取って長編み、同じところに細編み、鎖が3、前の2本を取って長編み、長編み3目を飛ばして細編み、このようにつくびり目と同じように編んでいきます。これを最後まで繰り返します。ここまで編んできましたら、もう一度糸を引き抜いて糸をカットします。こちらは作り目と同じ数21回になっています。これで完成です。こちらの幅は27センチぐらいになっています。長さは半分に折って66センチですので132センチになっています。とても素敵な石畳のストールが完成しました。氷のストールとはまた違って落ち着いた色合いの中に温かさがあります。ぜひ皆さんも編んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。